おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日も母ちゃん泊まりでいないけど、お茶だけは用意しておいてくれました。いただきます。いくいく。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温36度、最低気温25度で厳しい暑さになるでしょう。現在気温28度、晴れです。昨日より若干上がったね。まあ何度か乗り切れるかな。はい、母ちゃんいない今日はね、納豆と、先日ねツイッターで、ピーチキョさんとこの会社の部下の方かな、これをねスライスチーズ、とろり、要はこのピザチーズをこのね納豆にかけて食べるとすごい美味しいと言ってたので、昨日の朝ごはんでやってみようと思ってたんですけど、母ちゃんがねいろいろ用意してくれてて、もう準備できてたのでできなかったんで、今日母ちゃんいない今日やってみたいと思います。それでは作ってみましょう。はい、こんな感じでね出来上がりました。出来上がりましたって、まあ混ぜて乗せただけなんだけどね。ご飯はチン飯です。それじゃあ本当に美味しいかどうか見てみたいと思います。うん、これなかなかいいね。チーロの女子社員さん、美味しいっすねこれ。いいよ、教えていただいてありがとうございます。毎日同じ光景が続いておりますが、セミさんも毎日元気に鳴いております。今日も外は日差しが強い。それでは今日もねお仕事頑張ってやってきます。はい、今日はね8月1日、久しぶりにね GoPro でドライブ映像を撮ってます。まあ今日はその1日なので、会社のね、拠点を回って、毎月ちょろちょろやってますが、ちょろちょろっていうかね毎月2回かな、1日と15日、会社の拠点のお清めとしてね、トラブル事故ないように塩を持っているわけですけど、まあ、いつもね僕が担当で各拠点を回って塩撒いています。でね、まあ、今日は天気いいので気分もいいしね、ちょこちょことドライブで撮りながら、行こうかなと思っております。最近ねこういうのもやってないのでね、あんまり動画も短いのばっかりで、どうなんですかね、まあ皆さんどっちがいいか分かりませんが、まあ暇つぶしで見れる動画ならちょこっとの10分ぐらいあった方が通勤中とかにもね見てもらえるかなと思って撮っております。本当はねここねもっとねこう映ってるかな、このぐらいの角度なら、右側のね川がすごく綺麗でね、景色もねだいぶ昔と比べて良くなったよね。左、昔はねここ両方ともねあのガードレールがあって、あまりこう川とかね、左側の堤防の緑地があまり見えない感じだったんですけど、ガードレールもガードレールが取り払われていいのか悪いのかちょっと分かりませんが、あの景色は良くなりましたね。いつもたまにね母ちゃん連れて一緒に回ってますけどね、オープロヒーロー6、この辺のね天気だと本当に映像綺麗で、今週末ね海に行くんで、その時もこの GoPro 持って行こうと思ってますが、最近あんまり活躍の場がねないので、先日お試ししたライブ配信ぐらいかな、最近活躍したのは。マイクアダプターつけて音質もかなりいいしね。ただ今度の海はどうしようかな、マイクアダプターつけれないもんね。アバさんとかすごいよね、一眼レフとジンバルセットで海に行って
戦してるもんね。あの気合はすごいな。今回ね、家族だけで行くわけじゃないので、あんまりでかいカメラを振り回すとみんな引いちゃうかなっていうのもあるんで、 GoPro だけで行こうとは思ってます。ね、ジンバル持ってってもね、それはそれで海水と熱に耐えられるかどうかっていうのがね。まあ、ジンバルなし、 GoPro 手で直で持って行くしかないよね。まあ、それではちょっと拠点も近づいてきたので、一旦ここで終わりたいと思います。はい、会社の拠点到着しました。それでは四つ角にこうね、塩を撒いていきます。はい、四つ角塩巻き完了。あとはね、森塩をして帰りたいと思います。はい、今ね、塩巻き完了して戻ってるところです。まあ、あんまりや、まあ、みんなやってるのかな、いろんな会社もね。ここずっと何年か続けてますけど、僕が担当になってからね、雨降るとね、どうしても前後ずらしたり、出張絡んで前後ずらしたりはしますが、休みの日とかね。1日だけというやってる方が多いのかな。うちは15日もプラスでやってますけどね。あ、 GoPro でもディスプレイで見てても綺麗だね。ほら、こっちのこの角度どう？左側なかなかいい景色じゃない？左側に松見えるかな。あれがね、結構この辺だと有名な、有名だったかな。まあ、いい景色になってる松の、雑木林まではいかないけどね、今堤防に立ってる松の林になるかな。そろそろね、そういえばドローンのね、マビックプロ2情報ちょろちょろ出てきましたね。リーク情報が。この堤防通ってるとね、どうしてもこのいい景色の中ドローン飛ばしてね、いい映像、綺麗な映像を撮ってみたいっていうのがねあるんで、ドビー買った時もね、ちょうどこの今この走ってるこの場所じゃないけど、この川沿いでね飛ばして、楽しかったのを覚えてますね。ドビーも全然使わなくなっちゃったね。やっぱりね、ジンバルがついてないので、ドビー自体にちょっと映像としてはね使いづらいかな。あとね、バッテリーの問題があってね、全然使えないんですよね今。多分バッテリー3つか4つぐらい持ってるんだけど、全部ねダメになっちゃって、飛んですぐもうバッテリー切れっていうぐらいね。あれはあるんですよ。バッテリー自体にドビーは残量ランプがついてて4つぐらいね、フルで充電されてる風になってるんだけど、結局ドビー側がねそれを認識してない感じ。最初は 100% でアプリが悪いのか、そのドビー本体が悪いのかわからないんですけど、コントロール用のアプリを立ち上げて、で最初はね 100% になってるんですよ。でフライトした瞬間、上に上がった瞬間に残り 5% とかね、で緊急着陸ってなるんで、ちょっとね皮むけて飛ばそうもんならすぐ降りてきちゃうんで、めちゃめちゃ焦るんですよね。まあ、それもあってその映像のブレとね、ドビーを使わなくなっちゃいました。この辺でね、今の正面にあるちょっとこの遊歩道みたいなところで前はね飛ばしてたんですけど、それじゃあそろそろ会社着きそうなので、一旦ここでまた次撮れるのは昼からかな。それではまた。さて、午前中のお仕事終わって12時になりました。今日もねまだ母ちゃん帰ってきてないので、
久しぶりにねココイチでも食べに行こうと思ってます。はい、ココイチ到着。本当はね向こう側ちょっと見えるかな、道の反対側にね、本格のナンのカレー、ナンっていうなんかすごいダジャレみたいな名前のお店があって、あっちに行きたいんだけど、一人だとねちょっと入りづらいので、まあ、今日はココイチさんのカレーにしたいと思います。はい、まずはいつものシーザーサラダと半熟卵をいただきます。はい、メインのカレーは豚しゃぶカレー、全部普通ね。はい、ココイチ食べ終わりました。それではね会社戻って、午後からも仕事頑張ります。はい、今日のお仕事終わりました。まだ明るいね、6時回ったとこだけどね、夏至ってもう終わったのかな、まあ、とりあえずまだまだ夏の暑さが続いてるので日が落ちるのも遅くなりましたね。今日はちょっといろいろ回ったんで疲れたな。明日はね飲み会があるので今日は家でゆっくりしたいと思います。それでは帰ります。はい、子供たちと母ちゃんが帰ってきて、まさかの昼夜連続でココイチ、イエイイエイそれでは食べたいと思います。はい、昼はねなんか定番食べたので、夜ちょっと変わったこの地域限定のあんかけカレー揚げそば入り、これを食べてみたいと思います。すげえなこれ、うん、はい、母ちゃんが頼んだサラダ、こっちがツナで、こっち何、なんかねベーコンポテトって書いてあった。ベーコンポテト、なんか何がかかってんのこれ、なんかねなんかこう香ばしくなって、なんかすごいいい匂いがするね、うん、あ、匂い分かんないわはい、これが僕が頼んだあんかけカレー、なんかパリパリの麺とあんが乗ってます。でね、お好みでこの特製スパイスをかけるみたい。はい、お子様セットでもらった、ガチャガチャ、何が出るかな、出た？まだ。ん？もう出たんじゃない？ん？早く出して。出てない。出てない？はい。さあ何が出る？何？見せて見せて。わかんない。もう帰ろう。帰ろう。たはい、なんだこのあんかけカレー、あんかけカレーはねほとんどね中華飯みたいな味だったね。カレー乗せなかったら中華飯、そんな感じの味、まあそこそこ美味しいカレーでした。それではお家帰ります。